皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もアーチャー伝説で遊んでいきます。よろしくお願いします。さあ、いろいろとなんか項目がまた増えましたね。設定とかメールとかありますね。バージョン 2.7.1 になったんですね。お、すごい、メール機能がついてる。大体もうメールってなんかいろいろなんかあれですよね、プレゼントいただけるんですよ。フレームがある。お、いいですね。猫放置車にしますか。これはレジェンドの装備集めてゲット。ああ、バレンタイン限定フレーム。なぜ？今日バレンタインデーですよ。なんと言っても。ハートありますね。おお、これ何でしょう。バレンタインイベント。あ、これでゲットしないといけないと。どうやったら入手できるんですか、これ。ん？この、あれですか？手紙と、赤いバラはどうやってゲットするんですかね。さあ、バトルパスも始まってる。すごい。さあ、ルーレットスタート。てててて、んててててん、ててて。おお、ピースですか。ウィークリーボーナスもピース。たくさん、ジグゾーパズルです。ピースというか、まあ、パズルのピースですか。ゲットですね。さあ、デイリークエストもいただいて。いや、すごいですね。なんかいろいろたくさんいただけて嬉しいですね。で、広告は後で見ますので、さあ、こちら。おぉ。ちょうどかぶっちゃう。場所が。これは、さあ、では、ゴールデンボックスも開きたいけど、黒曜石いきますか、もう一丁。さあ、なんでしょう。おぉ！来ました！炎のブレスレット。すごい。でも、新シーズンの開始、ヒーロー対戦シーズン1。対戦できるんですか？じゃあ皆さんと遊べるんですかね。装備でちょっと見ますか。クリティカルダメージ、あ、これかなり火力いきますね。早打ちブレスレットにしますけど、こっちにしますか。さあ、いいですね。どんどんエピックが増えてきましたね、装備。さあ、まあでは10ぐらいにしますか。やっぱクリティカルダメージが上がるのは嬉しいですね。火力大切ですからね。さあ、ではまあこちらの指輪もそうですよね。指輪どうするかですよね。何がいいかちょっと未だに決めかねてますけど、では今日は長くなりそうですからね。ステージクリア目指しますから、次のステージ。最近遠征レベルばっかり言ってま、遠征ばっかり言ってましたけど。さあ、ではこちらぐらいでいきますか。で、タレントマップして、お、ポルさん配信。お、装備の強化いいですね。いやー、どんどんお金がなくなっちゃう。さあ、この辺りでやめましょうか。おお、今日火力アップですね。すごい。これサクサクいけるんじゃないですか、今日。ということで、今回は、凍てつく山頂ですね。チャプター50ですからね。行ってみましょう。長丁場ですね。なんか、何これ。一瞬びっくりした。木が、装備4つ選んで戦闘中のドロップ率を300% アップと。すごい。あー、なるほど。何がいいですか？あ、ちょっと待って。これ何の効果かわかんないですけど。何の効果わかんないけど。あー、なるほど。種類は1種類しか選べないと。なるほどですね。じゃあ弓にして、ペットちゃん、どの子がいいんですかね。レーザーコームちゃんいきますか。さあ、では行きましょう。凍てつく山頂ですね。これ、ドロップ率イベントとかありますよね。アップするときのイベント。そういうときに、ね、お遊びするといいですよ。ものすごくたくさんアイテム落ちますから。さあ、2600ですか。おっと。あ、危ない。お、ミス。よし、回避もいいですね。さあ、お強い6100。
広告見て本来ならあれしたいですけどね、こういうステージ長い時は。あと体力増やすのも必須ですよね。おお、すごいサクサクいきますね。まあ、チャプター50の時あれですからね、基本的に敵さん最初の方弱いですけど、どんどん強くなっていきますよね、敵の種類が。まあウェーブ制よりはいいですかね。ウェーブ制厄介ですからね。アタックスピードにしますか。まあ、皆さん好みのスキルとかありますか。おお、あ、これ貫通するんですか。すごい。槍って感じですね。槍。ストロングハート、まあ、体力マックスですからね。あれもいいですよね。体力マックスでステージクリアすると、ヒットポイント増えるとか、火力アップするとか、ああいうスキルもいいですね。いやー、お強い。しかも、跳ね返りもあるから。あ、まだ生きてた。まだ。さあ、レベルアップ。お、マルチショット。矢の数は大切。増えるほど火力アップ。1本増えるだけで、要は2倍ですからね。ダメージ、与えるダメージ。お得ですよね。それにクリティカルとかもついたら、もう、エクセレントですよ。お、ボス。さあ、いつものおなじみのボスですね。だいたい最初のまま攻撃が、あ、当たっちゃった。900結構ダメージいきます。あ、バラ、あ、ここで入るわけですか。わあ、悩むけどインビシブルですか。無敵の方がいいですよね。さあ、ラッキールーレット、トゥトゥン、何もなしと。あ、回復だった。スペシャルボーナスはちょっと今見れないから。さあ、おう、こちらの方はあんまり強くないですよね。厄介なのは、ブーメラン攻撃みたいに攻撃するのが後から後ろから戻ってくるパターンと、まあ、突進系もちょっと厄介といえば厄介ですね。あの、壁越しから攻撃する魔法とかも厄介ですし。おっと、おっと、あ、区内投げてる。区内投げるのは良くないですよ。区内だけに良くないと。ダジャレと。お、ちょっとメモりたい。私、ツイッターさんで、先ほどもツイートさせていただいたんですけど、ダジャレ、あれですよ。ダジャレを、あれしてるんですよ。ツイートしてるんですよ、たまに。ちょっと今書いていいですか？本当に申し訳ない。区内、良くないって書いて。よし。バッチリ。さあ、では、レベルアップ。スマート若干変わりましたね。デザインが前なんか違ったような。さあ、クリティカルマスターでヒットポイントを増やしたい。わ、ダメージ結構いきますね。ヒットポイントも結構増えたんですけど、敵さんの攻撃があれですね、火力高くなったらあんまり意味が意味ないこともないですけど。さあ、まあでもサクサク倒せるからまだいいですか。これマルチショットよくわかんないですよね。どう来てるかわかんない。矢みたいになんか数が見れればいいんですけど。アイスサークルで突進系のモンスターちゃんにある程度有効ですか。さあ、ボス。おお、あ、ボムちゃん、ボムちゃん。ボンバーマンさんみたい。面白い。あ、当たっちゃった。ボンバーマンさん。まさにボンバーマンさんの攻撃。懐かしいですね。私もスーパーファミコンで遊んでましたよ。昔、お友達と。さあ、お、HP ブースト。いいですね。さあ、ルーレット、スタート。スキル欲しい。よし、アタック。さあ、もっくんがワンワン言ってますね、下で。もっくんかわいいと。私、もっくんの動画も出してますから、よかったら再生リストからですね、なるほど10のチャンネル開いて、動画の横の項目に再生リストってありますので、そちら検索していただければ、
たくさん動画ですね、続けて見れますので、よかったらご覧くださいませ。さあ、レベル8。血の皮切りいきますか。さあ、もうちょっとでヒットポイント1万になりますよ。お、ルーン、ルーン。ルンルンですね。ルーンが落ちたよ、ルンルン。なんか最近、ダジャレばっかり考えてますね。よくない。あまりよろしい風景ではない。逆に思いつかなくなったら悲しくなりますからね。頑張って考えて。さあ、HP ブースト。よーし。なんかあれですね、今黒いの回ってくるの見たら、何でしたっけ、あの、氷の上で滑らせる。あ、カーリング。カーリングに見えますね、なんか。ちょっと待って、区内が。区内避けないと。まだ追尾弾じゃないですからね、いいですけど。お、レベル9。ダイアゴナルアロー。行きましょう。よーし。強い。お、今回1回でいける。初見でなかなかクリアできないんですけどね。やっぱレベルアップしてるからですね、ナロ君も。毎日ちゃんとログインボーナスいただいて、お金貯めたりですよ。強化してと。バーチャル伝説さんですよね。広告見させていただいたら結構アイテムたくさんいただけますから、それで強くなりますよね。ナロ君無課金で忘れてるんですけど。いや、無課金でも強くなれますよ、皆さん。いや、攻撃が鮮やかで綺麗ですね。なんかもうレーザー光線ですよね。槍じゃないでしょ。悪魔ちゃん、ちょっと一応見ますか、内容。ヒットポイント減りますからね。でもいいスキルだったら欲しいんですよね。あ、突進してきてる、危ない。おー、楽々。あんまり近づかなくていいから、いいですね。さあ、31ステージ。こちらクリアしたら今日はお昼ご飯お好み焼きですからね。おっと、危ない。あ、分裂してる、攻撃。なるほど。それはクリティカルアップがないから、クリティカルがなかなか出てないような気がしますね。あー、クリティカルが今7000ちょっとダメージ与えましたね。1万すごい。さあ、ウィングマンでいきますか。ペットちゃんが弾を弾いてくださると、いかにダメージを食らわないか大切ですよね。回避したらダメージゼロですからね。防御力アップするには回避率アップした方がいいっておっしゃる方もいらっしゃいますから。まあ確かにそうですね。避け続ければ当たらないと。スーパーロボット対戦私大好きですけど、やっぱリアル系の方があれですからね。全くダメージ 0% で当たらなくて、サクサク進めますからね。強化すると。まあスーパーロボットも強いんですけどね。火力が魅力ですからね。大ダメージもやっぱ魅力ですよね。必殺技とか。それがボムちゃん厄介ですね。壁越しに攻撃するの厄介ですね。さあ、36ステージクリア。ん？これ36をクリアしたんですかね。あ、今が36でしたっけ。さあ、区内避けて。まあ、区内は避けやすいですね。指とか早いですからね。攻撃。まあ、ただ、最初に、あれ、射程が見れます。射程というか、予想の弾道でしたっけ？見れますよね。いやー、いいですね。すごい。今まで一番サクサク進んでるような気がします。うわー。どうしますか？ブレイズメテオ行きますか？さあ、メテオどこ？おお、あそこに落ちてる。落ちる場所、わかん、おお、すごい。いや、どんどん、スキルがいろいろ増えて面白いですね。お、区内。おお、早い。
これある程度見極めないといけないですね。最初にどのあたり飛ぶか。あ、ちょっと危ない危ない危ない、早い早い、ちょっと見えない。あ、飛んでこない、こっちに。よし、倒しましたよ。ボスまたドラゴンちゃんとかですかね。でかいキャラが当てやすいんですけどね、こちらからは。お、クリティカルアップ、遊んできてる。お、進化チップ、ちょっと早く爆弾ちゃん倒しておかないと。なんか分裂してません？気のせい？なんか数が増えてる気が。ドラクエさんとかでいましたよね、攻撃すると分裂するっていう厄介な敵が。普通に楽々勝てるはずが、なんか分裂しすぎてやられるみたいな。さあレベルアップ、レベル12。わあ、どっちマスターでしょう。確率どれぐらいの確率なんですかね、攻撃避けるの。鎧で回避アップの鎧もあるみたいですからね。私持ってましたけど、そちらもいいですね。さあ気づけばもう40ステージ超えて42くらいですか今。さあ44。あー、回復がいいのか悩みますね。まあ念のために回復しましょうか。スキルメーターもなんか溜まってますね。もうちょっとでまたスキル覚えられますか。ちょっとはまっちゃった、ちょっとあ、覚えれた。ファイヤーサークル。さあでも離れて撃ってるからあんまりあれですね、こっち当てきれない。もうちょっと近づきますか。壁越しでも当てられるからそれでもいいですね。メテオが私の攻撃なのか敵さんの攻撃なのか一瞬分かんなくなっちゃうから怖いですね。よーし、47。さあ相手の攻撃が見えにくい。よーし、さああともうちょっと。さあ20分以内にクリアできそう。さあある程度近づいて早く倒さないと。ああ、この子は分裂してますね。さあバラは手に入ってますけど、手紙はどうでしたっけ。お、ちょうどレベルマックス。アタックですかね、スピードブースト。さあ行きましょう。お、ちょっと待って待って待って、普通に強いんですけど。あ、なんかでも見たことある子ですね、この攻撃。さあ避けておいて、この攻撃は避けやすいですけど、あ、避けれなかった。ほんと近づけない、危ない。目の前に来ないように気をつけないといけないですね。突進してきますからね。あと衝撃波があるから大変。よし、倒しました。お見事ですね、自画自賛ですよ、嬉しい。さあ19分でクリアしましたよ。あ、19分でいくあれですね、最初遊んでました。遊んではないですけど強化してましたからね。バラは2個入りましたね。さあチャプタークリアですね、ありがとうございます。おお、次の新しいアビリティも気になりますね。小さくなるんですかね、あれ。バラ200個はちょっとなかなか難しいですけどね。手紙どこで入手するんですかね。あ、これで左上に書いてある。通常モード、ヒーローモード、甘いプロポーズにはアイテム、ラブレターとバラが必要です。あ、じゃヒーローモードとかでいただけるってことかね、もしかしたら。
さあ、ということでですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししていますので、よかったらなるほど亭のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。